7月に入り、練習もますますハードになった。もうすぐ行われるデビューができるかどうかのチェック日に向けて、追い込みをかけていくアカデミー生。教えている僕でも、正直まだまだ不安はある。回数を重ねて練習するしかない。いらっしゃいよ。そんな、かましてる場合じゃないのよ。はは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 かましてる場合じゃないのよ。いいよ。いいえ。まだ2番ね。はい。2番から、もう最後まで止まらないって言ったよ。
チェック日当日。おはようございます。おはようございます。さあ今日は、まあ、オーディションテストでいわくチェック日ですね、多分ね、言うとしたらね、はい、チェック日になるんですけれども、あ、前田さんおはようございます。おはようございます。いい感じ、準備は。昨日も結構遅くまでやってましたけど、はい。元ちゃんどう？元ちゃんどう？俺ですか、うん、いやもう本当に今までやったこと自分を信じてそれ全て出すのです部活やん。コスケは？いやもうできる限りのことを全部やって、うん、やります。そうね、それしかないと思うよ。まあどんだけだよ。まああのさ、世界終わるわけじゃないから楽しんで、楽しむのが一番ですよ、まあ、楽しくね。そうですね、うん、楽しみます。後ろには頼もしい。そう、あ、思ったさっき言ってて、多分奴らね、昨日もポロって言ったけど多分本気でやってくるから。いや、知ってます、僕の本気です。そう、だから多分、でさっき踊ってるの見たじゃん、あと3倍パッションないと多分、あ、あれは大丈夫です。埋もれるかも。あれはまだ大丈夫。お前うるせえな。そう、え、多分ね、やつら多分本気でやってくるから、それに応えるようにパッションを強くしてやっていこう。はい。そうで、あとは全力で楽しむことだと思います。よき。じゃあ今日も頑張っていきましょう。イエー、頑張って。メンバーと一緒に踊り、本番を想定したライブ内容でチェックを開始。社長、メンバーをはじめ関係者複数人でのチェックとなった。オーディションよりも過酷な内容を二人ともよくやり抜けてくれた。本当にお疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、例の、試験日というかテスト日からは少し時間が空いてしまいましたが、夏休みだそうですね。衣装部が夏休みだそうです。さあ、時間は経ってしまいましたが、いろいろ動きがありましたね。はい、動きがあった。動きでよ、大きな動きよ。ありましたね。まあこちらね、ワンマンライブが入る前に皆さんのお知らせという形を込めて、ちょっと経過報告をね、皆様にしていきたいと思います。めちゃニヤニヤバイト君が見てくるんですよ。いいよ、いいね、元気になったね。あの時に比べたい。そう、まあ、あれね、この前はそのテスト日というか試験日ありましたが、はい、どうだった、やってみて。いや、でも楽しかったです。本当？結構ガチ。本当に楽しかったです。本当？何も出てこんのかよ。楽しかった。あれかなと思って、うん、結構きつめのやつやったからね、6曲フルでやったからね、結構多分しんどかったと思うけどね。コウスケ、しんどかったです。顔真っ赤になったもんね。真っ赤になりました。顔で踊りました。あのおじいちゃんがマイヒーローの感想でおじいちゃんが座ってたから。まあそんな2人ね、まあ一応いろんなね、あの上の方々に見てもらったんですけれども、さあ結果的にはですね、アカデミー生2人とも、ワンマンライブ以降のデビューとなります。大丈夫か？おい、笑い事じゃないよ。どう反応すればいい？え？どう反応？いや、まだまだ別に頑張っていきます。切り返しが来るかどうかだけど、どういう、まあ、ちょっとね、ニヤ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 して、あの当時よりはちょっと時間経っちゃったからね。もう今前向いてますけども、すごかったね、元ちゃん。僕はすごかったじゃないですか。うん、なんか、あれだね、甲子園の負けた後の頭痛くなってきた、また。あんな感じだったね。また頭痛くなってきた、うん、あの言葉にならないくらいの涙ってああいうことを言うだろうね。いや、すごかったですね。今年一番泣いたかもしれないです、ね。あ、本当？いや、てかマジでそうです、ね。めっちゃいいじゃん。ちゃんとスタジオのこう誇り集めて持って帰った、甲子園の土みたいに。一人だけずっとね、ツン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 。さあ、そんなコウスケ、はい、どうだったよ。いやでも、やった段階でそのパフォーマンス皆さんの前でできるレベルじゃないんで、もっと時間かけて。待って、お前はね、もっとね、自信を持った方がいいぞ。そんなことないよ。最初に比べたら多分みんな動画の経過見てるから分かるけど、最初の方に比べたらすごく踊れるようになってる。
うん、からまだまだね、これから伸ばしてもろて。はい、頑張ります。うん、コウスケは自信をちゃんと持つこと、はい、ゲンちゃんはブラッシュアップに磨きをかけること。はい、ブラッシュアップに磨きをかけること。え、違うな、ブラッシュアップをもっとより多くどんどんしていくことだね。確かにそうだね、磨きに磨きをかけたね。弦の個性どんどん削れていくかもしれない。磨きすぎて。さあ、2人はなんか伝えたいこととかある？伝えたいことですか。うん、じゃあコスケはどうぞ。お前振るなよ。おい、振っていいよ。じゃあコスケ、僕らそうですね、なんかいつもそのコメントとかでリビュー待ってるよとか、うん、早くリビューしてねっていうコメントいただいてるんですけど、うん、その僕の力不足とかそういうことでちょっと遅れてしまったんですけど、早くみんなの前でデビューできるように頑張るんで、応援よろしくお願いします。はいはい、はい、もう僕はですね、みんなとね早くやっぱやりたかったんで、その当日はもう悔しさに涙がすごい止まらなかったですよね。そうですけど、まあちょっと最近やっと立ち直って、まあ次のデビュー目標に向けて頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。まあ、立ち直る前にね、イベントがどんどん来るからね、立ち直るしかない。もう来てましたから。そうそうそう、タンタンタン。まあそうね、まあデビューにはね、まあいろいろね、ものが必要になってきますので、まあ、その中ではパフォーマンスというものが一番、ダンスパフォーマンスが一番大事になってきますので、はい、そこをクリアしないことにはデビューは確実に決まらないと僕も思ってるので、みんなで頑張っていきましょう。はい、言うても、なくなったわけじゃないから。大丈夫、2人カッチカチだよ。なんか、コメントの開始なんか飛んでこないんだけど。繊細な問題すぎて。え、繊細なのかな。はい、そうなのか。そうか、まあ前向いて、まあその急がず、まあ急ぐことも大事だけど、しっかりと実力つけることも大事なので、そこは焦らず、まあこのうちね、その同時にデビューというわけではないので、アカデミー生はい、はい、なので自分のそれぞれのペースで、それぞれがデビューを目指して頑張るだけなんじゃないかなと思うので、そんなに繊細に硬くなることもないんじゃないかなとは思うよ。そうですよ。うん、まあでもそうですね、うん、切り替えたんで、僕はもう本当にただひたすらやっても、そうだよ、自分のできるだけ早い日に出れるように、うん、そうだよ、皆さん待たせすぎないように、そうね、しますんで、うん、ね、はい、本当だよ。コウスケも繊細になる必要ないぞ。はい、そう、まあこの動画でアカデミー生の動画だから、コウスケなんかさ、もともとゼロから始まってるわけなんだから、いきなり最初からすぐできるような簡単な世界じゃないというのは今回したと思うので、はい、ここから先どんどん励んでいきましょう。頑張ります。じゃあ最後に明るい言葉をお二人。ゆげんちゃんから。僕からですか。うん。つばさくん大好きです。カットしよう。頑張ります。つばさくん大好きです。ダメだなこの二人。